皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね4月6日木曜日なんですが、今日の夜はですね、経済指数あまり大きなものがなくて、例えば昨日とかね明日の夜が、かなり大きいかなと。で、実際昨日のを受けて、またね131、前半とかね、かなり円高方向に進んでいます。で、今下髭で戻してはいるんですが、明日上げてもですね、この前ね雇用統計、ここだと思うんですけど、あれぐらいかなり上振れる数字があれば、例えば流れが変わるというかね、チャートが変わったり、相当、実際8円上げる、きっかけというかね、初動になりましたが、それぐらいのインパクトがないと、上げても133とかね、134で結構重いんじゃないかなというチャートになってます。で、明日の雇用統計も弱いと、130をまた割り込んでくるかなと。いうことで、今週結構ね、その ISM ですかね、とか、重要経済指数の発表があって、全部、ほぼですね、ほぼ、その円高に動くような内容。なんか予想より、下振れみたいな。雇用統計、さっき見た時が、予想よりも円安に行く内容だった。かなりですね、138に行く時とは対照的に、今週の発表はかなり円高に行くような、インフレが、ちょっと抑えられているというかね、予想よりも、そういった結果となっています。で、そのドル円というかね、為替に関してはそんな感じ。そんな感じというか、明日の夜のね、雇用統計が、今週、締めのメインかなと。ただ、週末の夜に、雇用統計という大きな経済指数があるので、明日のその株価自体もちょっと、警戒感というかね、がある動きになるかなと思います。なので、ある程度こう落ち着いた数字というか安定すれば、夜ね、明日の夜、金曜日の夜のニューヨークダウで下髭で戻してくれれば、月曜日の日経平均も安心して戻せるかなっていう感じはあります。で、ニューヨークダウはですね、陰線だったんですが、昨日は、陽線ということで、崩れずに、雇用統計を迎えるっていう感じですよね。今日の夜があるんで、それを終えてっていう感じにはなりますけど、ただ、日経平均はですね、この十字の陰線を、下落のね、ポイントになるかなと思って、下髭の陽線でまだ上がるのかなと思ってからですね、大暴落というか、急ブレーキですよね。大体1000ぐらいですかね、落ちてるんですかね。下落が続いています。なので、明日のチャートか、月曜日でまたこういったね、下髭の陽線みたいな、何かこう、ポイントになるような、十字の陰線でも窓開いてるとか、なんかこう、切り返すようなポイントとなるチャートが出てくれれば、切り返しのね、タイミングかなと。今のところ、窓を開けてね、大暴落が続いている感じなんですけど、で、マザーズの方も、マイナス 4.8 ということで、0.6% 下げ。ただ、こちらに関しては、一応ね、この、サポートラインというかね、一回下げ止まっているラインで、窓開いて、陽線になっているので、ちょっと上髭長いんですけど、ここでなんとか耐えれるかなっていう感じですね。これ下回ると次ここのね、揉み合ってるとこありますけど、マザーズの方がどっちかっていうと、ちょっとそこなのかなっていう感じはしますが、で、今日の、ポイントというかですね、注目して見ていきたいところとしては、今これだけ地合いが、良くないっていう話をした後に、こんなこと言うのもあれなんですけど、今日のポイントとしては、とにかく、爆上げが目立つと。一部銘柄の話ですね。先週とかまで注目とかね、紹介したところは、地合いに押されてズルズルっていうところが多いんですが、例えばね、昨日の、
J ホールディングスですかね、まあ、この後見ていきますけどとかみたいに、まあ、トンピンさん銘柄とか、まあ、材料が出ているとか、かなりねすごい上げ方をしているところがまだまだあるというところで、まあ、今日は今までの注目銘柄だからちょっと下落中っていうものもありますが、チャート見ていくのは調子がいいものだ、今日地合いが悪いんですけど、力強いものは結構あるよっていうのを見ていこうかなと思います。はい、で J ホールディングスですね、昨日、紹介させていただいたトンピン3銘柄、まあ、新銘柄というかね、プラス 22%、22.47% で、まあ、ストップ高ですよね。まあ、かなり早い段階で、張り付いて、まあ、何回かね、ちょっと値がついたというか、まあ、落とされそうな時ありましたが、そのストップ高のまま、引けていると。まあ、ただ、PTS は、まあ、一応プラスではあるんですけど、その、すごいね、上げ続けてるってわけではないんですが、まあ、一応プラスでは推移しているということで、まあ、チャート見ていくとですね、まあ、落ちてもこの270、まあ、300の付近ですね。このラインは結構硬いかなと思います。で、上げ始め、まあ、昨日のね、初動の段階がまあ350。で、今日ストップ高で、まあ430というところで、まあ、ポイントになってくるのは、まあ、直近でね、この400、この30のところありましたけど、まあ、ここら辺はね、超えてきたので、まあ、明日大きく落ちなければ、まあ、昨日も見たチャートになりますけど、やっぱり次、まあ、ここですよね、430のところで何回か揉み合ってるんで、ここをしっかり超えてくれば次、まあ、600、そしてやっぱり大きいのはこの1200が結構ポイントになるのかなっていうふうに思いますよね。何回かやっぱ1200付近で落とされているので、この1200にどう、まあ、アタックというかね、挑めるかと。いうところで見ていきたいと思います。はい。で、この TB グループっていうのも、トンピンさん銘柄と言っていいのが、あれなんですが、こちらもね、トンピンさんのそのツイッターで、いいねが押されているところに、まあ、さっきの、J ホールディングスより1個前にいいねがついてるんですよね。で、こちらもまあ、170、150の底値から、まあ、3倍までいかないですけどね、2倍以上上げてると。で、今日かなり長い上髭の陽線で、まあ、出来高もできていると。ただこれね、窓がっつり開いて、平均線の上なんで、まあなんかそのアースインフィニティとかのね上げ方だと、まあ一回窓をしっかり閉めてまた爆上げとかもあるのね。まあ日々ねチェックしていきたいな。まあ今日からです。今日からチェックし始めなんですけど、見ていきたいなと思います。で、いくつかですね、注目銘柄、読み上げていきたいんですが、チャートはですね、はい。セルシードのチャートを見ながら、見ていこうと思います。で、今日は、プラスの銘柄ばっかりって言っていたんですが、まあ、唯一ね、今日マイナスで見ていくのはセルシードになるかなと思いますが、まあ、1000から500付近までね、落ちました。で、そっから、この前のね、キャンバスみたいに3000に向けて、爆上げ開始というかね、押し目になって反撃かなと思ったんですが、この十字の陰線が結構重くて、結局今日は、陰線連発ということで、まあ、短期線は下にありますね。中期線に頭を抑えられて、この紫の中期線に頭を抑えられて、まあ、下落という形になっています。で、このままチャートセルシードにしてですね、いくつか読み上げていきたいんですが、ダブルスコープ1201。マイナス37なので、一応今ね、ギリギリのラインで下げ止まってるんですけど、1201ですね。これを、もう、まあ、30とかね、50とか割ってくると、ちょっとそこね、崩れてくるので、もう一段下のね、ボックスになる可能性があります。まあ、一応、この大きく落ちてから、一番最低、底に落ちてるところがね、1171っていうのがあるので、まあ、あと30以上割り込んでチャートが明日終わると、もしかしたらダブルスコープもう1段下もあるのかなというところです。で、あとはですね、近江剣士、397、
プラマイゼロですね。まあ、ただ久々に陽線で引けている近江剣士。はい。で、東京通信、マイナス108、3.5% 下げということで、まあ、こちらも、平均線をね、一番短期線ですけど割り込んで、ちょっとずるずると落ちてきたかなと。まあ、ただ上も重いんですけど、下も2500結構重いんじゃないかなと思うので、今後ね、そのボックス、どっちに上抜けるか下抜けるかというところで見ていきたいと思います。で、ここからはね、また上昇銘柄に戻りたいと思うんですけど、はい、ジーニーですね、マイナス 93.6% 下げということで、全然上昇してないじゃないかっていうふうに思うと思うんですが、PTS の方がですね、プラス171、12% 上げということで、PTS が爆上げですね、ジーニー。まあ、こちらに関しては、まあ、1週間前ぐらいですかね、先週の金曜日だったかなと思うんですけど、まあ、決算自体は、まあ、悪くなかったんですが、まあ、今後のね、3ヶ月、6ヶ月後の伸びが、ちょっとなっていうところで、まあ、かなり落ちていたというジーニーなんですが、まあ、ちょっとね、IR が出て、上げているので、そちらを見ていきたいと思います。はい。で、当社及び連結子会社に関する業績見込みに関する補足についてということで、まあ、こちらのね、IR が今日出ています。まあ、なので、まあ、前回ちょっとその不透明だったり、業績見込みに関しての不安で売られた分に関しては、今 PTS を見たように、大きく戻している要因なのかなと思います。で、こちらがまあ G2 ですね。はい。で、サイバーステップ、プラス100、17.45%。まあ、自分の、YouTube で名前出すの初めてかなと思いますが、まあ、結構ね、昔見てたので、自分の印象では、まあ、久しぶりに見たなっていう感じですね。PTS はプラス13。で、ザラバは、5番ですね。一気にストップ高に行ったということで、まあ、チャートを見るとね、まあ、結構500は硬いかなと。まあ、ただ上700で何回も落とされているラインだなっていうところで、まあ、多分ね、自分が見ていたの結構前なんで、この時かなっていう感じですね。この8000とかに行った時に結構掲示板とかでも話題になってて見てたのかなって。っていう印象ですけど、まあ、久々に見ましたね、サイバーステップ。で、まあ、ストップ高の、まあ、材料を見ていきたいと思います。で、今日は、サイバーステップを見て終わりにしたいんですが、まあ、明日以降、ちょくちょく見ていこうかなと思うのが、元旦ホールディングスなのかな？元旦っていうところが、まあ、1000から、まあ短期間、まあ約2ヶ月ぐらいですかね。2ヶ月、3ヶ月かかってるんですかね。で、5000超えということで、番号5935ですね。今日もストップ高。まあ PTS は若干は下げてますが、まあ直近のこう材料でいくと、増配があったんですが、まあそれにしても上げすぎだなっていうことで、こちらもですね、その配当だけじゃなくて、太陽光発電とかがね、四季報に載っているので、まあここもそのトンピンさん銘柄のね、アースインフィニティとか、最近爆上げしているところに、まあ通ずるというかね、なんかリンクするのかなっていう感じで、まあ見ていきたいと思いますが、まあ明日以降、行こうかなと。で、今日は、サイバーステップのニュースを見て終わりにしたいと思います。はい。で、サイバーステップ、この日、完全新作ゲーム、テラビットの、パソコン、PC ですね。ステム版の正式リリースが4月20日に決定したことを発表して、まあ、これが材料となっているという記事が出ています。で、まあ、今回はですね、まあ、このサイバーステップのまあ材料でね、終わりにしたいと思います。で、明日、まあ最初にも言ったんですけど、ちょっと週末と雇用統計前ってことで、まあ、大きく売られてね、最後買い戻されるとかはあるかもしれないですけど、まあ、心理的にはね、それを、雇用統計終えてね、ニューヨークダウン見て、月曜日、まあ週始め、落ち着いてたら買い戻したいって心理が大きいんじゃないかなと思いますが、また明日、
見ていきたいと。まあ、ただ、今日の紹介で多かったように、この試合でもね、かなり力強いところがあるので、うまくね、この爆上げというか上昇しているところに、乗っていきたいなと思います。今回は以上になります。よかったらですね、下の概要欄に自分がやっているツイッターのリンクありますので、ツイッターフォローしていただいて、で、そこにですね、口座解説のリンクもありますので、もし興味がある方は、覗いていってみてください。で、こちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録をしてですね、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。